はい、梅です。こんにちは、どうもどうも。はい、またまた今日も雑談です。聞き流ししてください。はい、今日ですね、t w i t t e r g X で炎上というかですね、あのバスのアストロブラスターについての、まあ、愚痴ツイート、お気持ち表明を見つけて、まあ、それについて思ったことを述べてみたいと思います。まあ、僕は今までね、あの愚痴ツイートとかね、なんか激怒ツイートとかね、 なんかのお気持ち表明ツイートっていうのはですね、まあ、ある程度どんな内容でもある程度理解できると思ってるんですね。まあ、やっり普段ね二枚じだ動画とか作ってるんで賛成の人は反対の人どっちの人の気持ちにもやっぱあの寄り添いたいと思ってるので、まあ、どんなそういうねなんか愚痴ツイート激怒ツイートお気持ち表明があってもある程度理解はできるんですが。 今回はね、ちょっとね、理解しがたいような感じだったので、なのでちょっと今回動画を回してみようと思いました。なんでちょっとお付き合いください。本当に雑談なので気にな話してくださいね。はい、えっ、ー、とね、改めましてですね、東京ディズニーランドにですね、あのトモローランドにですね、あのバズ・ライトイヤーのアストロブラスターっていうそういう人気のアトラクションがありますよね。であれ、10月でね、終わってしまうんですよね。あの急遽発表になって、 ねえ20年も続いたしね「トイ・ストーリー」人気だしねえあれをワわらラーするのはちょっと納得いかないし残念ですよねでまあ決まっちゃったものはし方ないでですねあれが秋に終了するっていうことでであの終了前にですねあの最後のテこ入れっていうか最後のね打ち上げ花火最後の,のみこし担ぎってことで最後のプロモーションとしてこの夏7月8月9月の3ヶ月かなちょうど始まったんですよね からですねこれ「アストロヒーローズ」っていうですねこのアトラクションのスコア点数がですねこの爆上がりしてねめちゃめちゃインフレするそういうスーパー爆発モードで、まあ、稼働することが発表になって今実際にそれで稼働してるんですよね。でこれ2年前にも確かありましたよね映画のプロモーションであったやつでこれスコア得点がですね9 99, 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9って言ってこの カウンターがね、カウンターストップ、カウンストって言って、これ振り切れちゃうんですよね、うまくやるとね。で、すごいこの得点が甘くなって、スコアがガバガバになってですね、まあ、激ヤマモードになるんですよ。まあ、例えるんだったらね、なんかカラオケとかでですね、すごい雑に歌っても、誰でも100点取れちゃうような、そのぐらいまあガバガバになるんですね。まあ、あとは何だろう。 なんかね、マリオとかでですね、もう常にスター取ってる状態っていうんですか、もう無敵状態っていうんですか。で、穴にも落ちつですね、敵にもやられずにね、もう右へ行くだけで誰でもクリアできちゃうような、すごいそういう、まあ、スーパー簡単なインフレモードでこの3ヶ月、まあ、営業してるんですよね。で、これ2年前にもあったんですよ。で、えっと感じなんですけど、まあ、公式ページで見るとですね、このマストロヒーローズっていうのはね、 アトラクション内に登場する一部の標的的的の得点が通常よりも高い点数になってでさらなる高得点を狙いやすくなるスペシャルバージョンが2年ぶりに登場しますと。でスコア99999 9 999のカウンストを獲得することで与えられるランクアストロヒールを目指してみんなで一緒に盛り上がりましょうっていうふうにね、まあ、そういう告知をされてるんですよね。 でまあこのことでですね、やった苦手な俺でも僕でもうちの子供でもなんかアストロヒロ狙えるわって言ってね、めっちゃ喜んでる人も結構たくさんいてですね、でそういう公式のねツイートの発表なんかにもね、やったありがとうって言ってね、そういう嬉しい歓喜のリプやコメントもついててで、終了に向けてですね、結構いい雰囲気になってるんですよね。で、なってんですけども、かと思いきや逆にですね、まあ あんうん立ち込めるというかでですね全く逆ではあふざけんなりえないって言って怒ってる人がいたりあとバズを楽しみにしてバケパーを取ったのに「解約したわ」って言って怒ってる人がある一定数いてでちょっと僕びっくりしたんですよねそういう愚痴とか嘆きとかないわっていう怒りやぼやきはそういうのを見て。 びっっくりしててえと思ってすごいなストロヒーローズってカ監ーストップで大盤振る舞いだしねえふ苦手な人やったーって言って喜んでる人いるしええやんと僕は思ってたらそういうなんかね愚痴とかお気持ちついとか回ってきてちょっと僕びっくりしたんですよねでなんで怒ってんのかいや本当にねあのマジで理解できなくてでちょっとあの調べたんですよなんか Twitter のフォロワーさんにも聞いたりとかですね 自分なりに何か検索書でリサーチとかして、ね、調べたところですね分かりました。<laughs> とねどうやらねこの「アストロヒーロータイム」っていうのは、まあ、確かにですね普段ねあのと違ってアトラクに登場する一部の的の得点が通常よりも高い点数になっててで高得点もしくはカウンターストップ9 9 9 9九は狙いやすくなる、まあ、スペシャルバージョンなんだけどもまあねこれをやってほしくない いうそういういい層があるる一定層いるんですよねでバズのガチ勢はそんなの望んでいなくてでまあ普通がいいんだってとにかくなるほどなと思ってやっぱりねその普段スコア,アタックとかやってるからそんなインフレとかやめてくれと普段通りのままで最後の最後をあの攻略しようと思ったらしいんですよね。 な,なるほどね、と。で、あの、バケパ買ったけどキャンセルしたわっていうツイートもあって、で、これも意味がわかんなくて、調べました。そもそも、バズも送った時でバケパって意味わかんなくて、で、なんかね、バズのアトラクションをね、周回、ループするためにいっぱいは乗れたいから、だからバケパを購入したらしいんですよね。で、僕もそれ言って意味わかんなくて、でだってその、初めからワンデ、平ワンデだったら、 もともと乗り放題じゃないですか。なんかね、あのファンタジースプリングスの働きみたいにスタンバイパスが必要だったらわかるけど、普段もともとワンデーのチケットでバズっていう乗り放題なのに、乗り放題のためにバカバカ買ったって意味わかんなくて、で、これもね、ほんと本気でわかんなくて、ね、調べてみたらですね、でツイッターで複数の人に教えてもらって、どうやらですね、バケーションパッケージをね、買うと、 アトラクションの優先チケットっていうのが3枚ついてくるプランがあって、でも3枚かな複数、3枚ですよねちょっと枚数分かんないんですけど、まあ複数3枚って聞いたんですよ、3枚ね。3枚ついてくるプランがあって、で、それをね、全部バズにぶっこんで、で、それを使って、あの、パロリティアクセスエントランスっていう、あのいわゆるファストパス、パロリティパスのレーンですね、要は待ち時間ないレーン、まあそのレーンに並ぶと、待ち時間ほぼゼロで、まあバズを周回乗りできるんで、 まあだから、まあ、バケパをまあ購入する人ある一定数いるそうです。まあ、確かに、まあ、朝と晩とかね、あの行って、途中で40周年パス使ってとかやると、まあ、確かに、いっぱい集会できますよね。さらに、そのバケパのチケット使えばね。で、まあ、なんでじゃあね、いっぱい乗れるからええやんと思うじゃないですか。うん、だったら、キャンセルせずに、その3枚で、 好きなだけバズたっぷり乗ればええやんって思うんですけれどもまあやっぱり通常のいつも通りのスコアの通常バージョンのバズを攻略して自己スコアを伸ばしたかったらしいんですよね。まあ、つまりスコアタックするために少しでもいっぱいたくさん通常版のバズに乗ってスコアタックしてでガンガン乗りたいとでそのためにバケパンのねアトラク優先チケットを全部バズにぶっこんで。 ガガガガンンンンループししてガンガンスコアアタックたたかったと、まあ、だから今のこの,あのフィーバータイムの,あのアストロヒーロータイムバージョン簡単なバージョンなんて望んでないとだからそんなんじゃ意味がないって言ってそれでバケパもキャンセルだ解約だって言ってそれでなんか起こってるっぽいんですよね。で解約じゃあスライやンって感じなんですけどもこのアストロヒーロータイムの実施の発表が急で早すぎてでもうねキャンセル料が発生するタイミングらしくて。 そそれもやっぱりムカついてるそうですねでどうやらね,ねごく一部の変わった人かなと思ったら意外とそういう人がね多いみたいで1人や2人ではないみたいなんですよね。いやーなのでねまあ僕びっくりしました以上です流れとしては。でそれでそういう風に「いやーこのアストロヒロータイムないわ」って言ってぼやいたり嘆いたり怒ってるしたり、ね、してる人がちょっと一部いるんですよね。でそういうツイートが回ってきました。 でまあ僕の感想なんですけども僕今から言うことはですねまあかなり多くの方が不快に感じるかと思いますすいません今から謝っときますねでも僕の思ったことなんで思想発想ねそれから言論の自由がありますのでこれはちょっと言わせてくださいでなるべくね不快に感じる方がなるべく軽減するように なるべく柔らかい言葉を選んで使うようにしてますので皆さん不快な思いさせてやれって思う気持ちはみじんもないのでただ本当に僕が普段思ってることを言うだけなんでちょっと言葉選んでうまく言いますね。えっと、まあ、今回の件でですね怒ってる人がある一定数いるってことで、まあ、何もかもちょっと驚いてるんですよ。で、ね、僕正直言いますけど今のねあのみんなが大好きなあのバズ・ライトイヤーのアストロブラスターっていうあのアトラクションなんですけど 僕、実はですね、あのアトラクションに納得いってなくて、実はそんなに好きではないんですよね。すいません、ごめんなさい。で僕、でも、ね、トイ・ストーリーはすごい好きだしで、バズのキャラクターも好きだし、ね、グリーティング行くと、バズも並ぶしで、バズのおもちゃも昔も持ってました。なんですけども、あのアトラクションに関しては、そんなに好きではないんですよね。 ね、どうしてかっていうとですねあのレールに乗ってね的をチュン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 打ってスコア稼ぐっていうあのゲームになってるじゃないですか、ね、あれってねあの要はねライトに乗りながら光線銃で動いてるターゲットを打ってスコアをスコア,アタックするっていうあのアトラクションっていうのはねもともと1990年の大阪の花博に出てたナムコのですねドルアガの塔っていうアトラクションと内容同じなんですよね。 で、花博で、僕、90年にドルアガやってて、花博終わった後にですね、東京の2個玉のですね、ワンダーエッグインを設置されてましたので、結構長い間。まあ、なので、東京ディズニーランドにですね、バスが来た時もですね、いや、なんや、これ、ドルアガやんって感じで、全然ときめかずに、ピンとこなかったんですよね。いや、ここでドルアガ買おうと思って、結構がっかりしたんですよ。 しかもですね、バスができる前は、あそこ、あのビジュナリアムっていうアトラクションで、僕ね、ビジュナリアムが大好きだったんですよね。すごいディズニーらしくて、映像も凝ってて、夢がある内容で,で、タイムキーパーとナインアイも大好きで、まあ、とにかく夢がある内容でめっちゃ好きだったんですけど、やっぱビジュナリアム不人気で終わっちゃって、でビジュナリアムはさらしにして潰してで、それでバスになったんですよね。だから、 ビジナリアム大好きなビジュナリアム潰してこれかよってことでもう本当に大ショックだったんですよね僕ねアトラクションのラスビラスカイって行かないんですけどビジュナリアム、まあ、行きましたでラスビラスカイも乗りましたなのでビジュナリアム大好きだったんでそれ潰してこれかよドルアナかよってなったんで当時からですねまあ受け入れがたいアトラクだったんですよね まあ乗ってもね、付き合いで、まあ,あの接待とかで義理で、年に1回ぐらい乗るか乗らないかって感じで、もう全然興味なかったんですよ、うん、バズって。だからまあ、なくなるんだ、ふーんって感じだったし、アストロヒーローズも、あ、へえ、こんなんやるんだと思って、やるんだって感じで。で、2年前にアストロヒーローに乗ったのかな。でもね、カンストしませんでした。だから最後に乗ったのは2年前かな。だから、うん、あの、 その一方でですね今でもあのバスにねスコア,アタックするぐらいあのアトラックをまあ大好きな人もやっぱ一定数いるわけで,であれでまあ得点スコアを燃えててで常に自己記録を上回れるかチャレンジしてる人がまあいるわけですよねある一定数をね。まあでもゲームなんで攻略もありますからねターゲットもね点数決まってるし得点高いターゲット やっぱりね難易度高いしなんかフェイクやフェイントでですねやっぱ引っ掛けでのターゲット配置とかあったりして結構ね攻略要素も高いですよね、まあ、なのでその攻略したいって気持ちもまあ分かることは分かるんですよ。で僕もですね、まああのー、ゲーム雑誌作ってましたからこう見えてもね元セガですし、あのーね、セガの開発候補をゲーム雑誌編集を合わせて、まあ、ゲーム業界20年をいましたので。 なので、まあ、あれをですね、まあ、アーケードゲームとかって考えたら、まあ、スコアタックを気になる、スコアを気にする人の気持ちも、まあ、わかりますよ、まあ。僕も昔ね、現役の頃はですね、ちょっと古いんですけども、セガンのアフターバーナーとかですね、まあ、ヒット数チャレンジってやってましたからね、戦機撃墜したいっていう風にやってましたし、あと、あの、アウトランなんかもね、ギアガチャ使ってね、タイムアタックやってましたし、まあね、あのそれで、あと、ピンボールだ。 ピンボールも大好きでピンボールってもうスコアしかないんですよね。であのピンボールマッジボールやってジャックポット取ってって言ってピンボールもめっちゃ大好きでもうスコアねあのハイスコアって飾られるんでピンボールのねスコアタック本当に毎日ゲーセン行ってやってました。まあ、なのでそのアフターバーナーとかアウトランとかピンボールとかがねあのゲーセンからなくなるとしたらまあ寂しいですよね。 で亡くなる前にちょっとやってみたら難易度スーパーハーイージーでアフターバーナーもなんか敵に当たらない通過するなんか透明バージョンになったりとかでピンボールも、ね、ガラス抜いてねもう球がね落っこちても手で止めて戻せるとかですねそういう風にもうすごいやりたい放題のねそういう仕様にもしなってたらいやいやいやあの <laughs> この通常版でやりてえんだよ俺はスコアとかタイムアタックやりてえんだよって、まあ、確かにまあ思いますよね。 通常版で遊ばせるやって、まあ、<laughs> 確かにまあ思います。それはね。まあでもね、バケパをそれでね、バズのためにバケパを買う人がいるっていうのはちょっとびっくりしましたね。まあさっき言いましたけど、バズって普通のね、ヒラワンデーのね、チケットでも十分ループ可能、うん、周回プレイ可能なのに、まわ、あ、ざわざね、バケパを購入してね、バケパって一人10万ぐらいするでしょ。で、バケパを購入して、そのもらえたアトラクチケットを全部ぶっ込んで、 それで朝と夜とか空いてる時間もループして昼の混んでる時間もスタンバイパスじゃねえや、えっと、ファストパスじゃねえやプロディーパロィスだ <laughs> 40周年パス取ってまああのパロディーパスもね2時間ごとにまあ,あの取れるんで、まあ、バケパチケット使ったら多分限界までオープンクローズループしまくれば1日10回15回ぐらいループできますよねなんで、まあ、そこまでしてスコアタックループしたかったってことですよね まあなのでね、まあ、僕も気持ちは分かりますその、ねあの。ゲーセン昔実際に通っててねそのア,フア,ウターアフターバーナーアウトランピンボールスコアタックやってましたんで、まあ、お気に入りのゲームが撤去される気持ちもわかるし撤去前にやり得ないスーパーイージンモードに設定されていやいやいや俺はスコアタックしてえんだよっていう風に思うんで、まあ、気持ちは分かります。 まあ、ただですね、今言ったですね、バズライトイヤーのアストロブラスターのスコアアタックする人、スコアアタックしてる人って、これいいですか大多数か少数派かって言われたら、どっちだと思いますか大多数か少数派、どっちって言われたら、あれどっちですかはい、考えて。はい。申し訳ないけどね、まあ、かなりの少数派だと思います。で、今回のアストロヒーローズっていう点数いっぱいもらえるバージョンね、 これね点数たくさんいっぱいもらえて嬉しいって言って喜んでる人の方がやっぱ多いんですよね。公式でのリプ見てもねやった嬉しいこれはかなきゃって言って喜んでる人のリプとかツイートの方が多いしかつですね、まあ、年に1回ぐらいしか行かないようなライトな層カジュアル層もですねおおこれは行かないとっていう風にやっぱスイッチ入ってるわけですよね。で僕もですね自分のこの理屈や自分の理論を一応証明するようにですね ツイッターの方ででアンケートを取ったんですよ今回のストーーヒーローズっていうこのスーパー,イージーモードのカウンターを振り切っちゃうこのねフィーバー仕様を賛成ですか反対ですかってアンケート取ったら賛成っていう人が6割で反対ないわ通常でええわって言ってる人が4割でした僕のアカウントでその比率だったのでもうちょっとね一般層なんかねヤフコメ民とかですねもっと一般層向けのところでアンケートを取ったら もっとあの喜んでる人のほうの割合高くなると思います。僕はかなりね、このマニアなね、ガチ勢が比較的、ね、多い人にリサーチしてるので、平たくね、一般まで含めたアンケートにしたら、もっとやっぱ多くなると思います、比率はね。って考えたらですね、やっぱりね、このマーケット的にですね、やっぱこういうのはね、数が多い方うにまあ合わせるのがまあ当然のことですし、 やっぱなんやかんや言ってやっぱ売り上げ大事ですよねじゃあ仮にですね僕学生の頃ねさっき言ったピンボールっていうのはすごい好きやったんですけどもやっぱピンボールってやっぱ売り上げも少ないしニッチなゲームジャンルなんですよねでピンボールって当時ですねちょうどあの対戦格闘とかのブームになったので次々とゲームセンターからまあ撤去されていってですね当時 UFO キャッチャーと対戦格闘ゲームも流行ったので どん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 ね UFO キャッチャーとかね対戦格闘にまあ置き換えられてしまってでピンボールはですねもうほぼ絶滅してしまったんですよね。で今回バズをですねバケパまで購入してまあアトラクションをねとことん周回プレイしてスコアタック自己記録を極めてやろうってなくなる、ま、チャンス最後のチャンスだって言ってねなくなる前に極めてやろうってねそうやって思ってた人にしてみたらこんなアストロヒーローとか 余計ななことするなよっていうふうに、まあ、怒ってるその気持ちもわかるんですけどもやっぱ企業としてはですね大多数のののお客さんが喜ぶぶ施策を選ぶのは、まあ、当然のことですよねでそれに今回2年前の企画が復活したっていうことは、まあ、当時評判良かったと思うんですよだから復活だと思うんですよね。 それなりにお客さんが来る、そういう成果、結果が出てたから、今回もやってると思うんですよね。だってもし仮に2年前のアストロヒーローズの評判悪くて結果が悪かったとしたら、今回やらないですよね。で2年ぶりやるってことは評判良かったんだと思うんですね。でですね、もし仮に自分がトモローランドのアトラクションの売上担当だったとします、自分がですね。 それで、バズなくなる前に、最後になんか、うち上げの花火やみこし担いで、ワッショい最後のプロモーションなんかやれや、って、もし、上司に言われたとしたらあな、あなたならどうしますこれで。で、これでですね、いや、アストロヒーローズをね、なんか通常版を大事に思ってる人がいるから、アストロヒーローズやりませんっていうふうに、まあ、そういう選択をしたとします。通常バージョンのバズを大事にしたいと。 通常版でええわってそういう人がねあのまずガチ勢が一定層いるのでそういう人の気持ちを大事にしたいだからヒーローズっていうそのフィーバータイムのスーパーイージーモードはやりませんっていうふうにそういう発表とかそういうふうに決心者としてそれを上司に報告したらきっとですねはな何でやんねえのっていうふうに思うと思いますよ。 でそこできっとあなたはですね、いやいやいや、数は少ないんですけども、既存の今の状態のままでスコアタックしたい人もいるんですよと。で、その人たちの気持ちを考えたら、こんな使用できませんっていう風にもしそうやってね、言ったとしたらね、お前何言ってんのって絶対に怒られると思いますよ。だって、大多数は喜んでるわけだから、これやるとこんなに喜ぶ人がこんなにいっぱいいるやんかと。だから、ごく少数派のニッチな、 ガチ勢は悲しんでる人はこんだけいると。じゃあ喜んでる人はこんだけいると。じゃあ数見て喜んでる方のに合わすのは当然ですよね。でそれで売り上げ上がるんだから。だったらあのこっちやれやっていう風にまあ企業だったらねどんな上司とかどんな人でもやっぱりそういう指示は出ると思うしやっぱそっちを選択するのはまあ当然だと思いますね。 うん、だからまあ今回怒ってる人は気持ちも分かるんですけどもまあノイジーマイノリティですよね気持ちは分かるけどそれ全体の何パーセントですかっていうそういう話ですねかつ自分はノイジーマイノリティだっていう自覚があるのかどうかですよねノイジーマイノリティだけどでもやれっていうのはねやるなとかねそういう風に言うのはまあむちゃくちゃで言いがか,かりですよねだって企業なんだから売り上げ出さないといけないので なんでまあ聞き分けの悪いことはまあ言うのはちょっとあのやめた方が良くないですかっていうそういう話ですね。でそれでねあのバケパをねバスループしてスコア,アタックするために何十万のバケパを買ったんだぞそれが台無しだキャンセルだってこんな段階でないわって,って、まあ、怒ってる人もまあ気持ちもわからんでもないんですけども。 まあんなこと言われても運営も知らん、そんなん知らんわなって感じですよね。なんか、バズ確約とかですね、バズループできるってプランだったら、怒るの気持ち分かるけど、何でも乗れる券をパッともらって、おう、でも乗れるんだ、じゃあだったらこんなのなんでも乗れる券をバズにぶっ込むわっていう風に、そういうぶっ込みを選んだのは、うん、あなたの判断なので、いや、そういうつもりで買ったんだって言われても、あ、そうだったんですねとしか言えないですよね。うん。あとは、このアストロヒーローズのまま、バズを終了させるんじゃなくって、 最後の残り1ヶ月は通常版に戻して通常仕様で最後は終わるんですよね。ということはそこでそういうバッフパンがあるってこと持って戻る期間が1ヶ月あるってことはもうそれでね温情スケジュールだと思うんですよね。だから通常のバズでスコア,アタックしたい人は残り最後の1ヶ月元に戻すのでそこでやってよっていうまあそういうことですよね。結構これ温情だと思いますよ。だってそのままね アストロのまま終わらせてもいいところをですね残り1ヶ月わざわざ戻すわけですからねだから結構通常版好きな人にとってもね寄り添ってる温情のこれ今後のねスケジュールだと僕は思いましたけどもねはい以上ですねで僕はですねもう年一ぐらいしかプレイしないし2年前カンストしなかったので最後に亡くなる前にですねちょっとカンスト気分を味わいたいと思いますね 残り3ヶ月中ね1回ぐらい行ってみようかと思いますはい以上です、まあ、なので今回のローバンブルマいフィーバータイムのヒーロータイムはまあ大多数のことを考えたらまあ仕方なくないですかって感じですねでまあそもそもですねこのトイ・ストーリーのアトラクションをランドからなくすことがそもそもありえないそこはちょっと僕もうんーって感じだなまあアストロブラスターのゲームに関してはドルアガなので ちょっと納得いってないんですけどもでも「トイ・ストーリー」好きだし人気あるしそれにねホテルも去年できたばっかりだし世界中のパークにですね「トイ・ストーリーランド」ってあるわけですよ。香港とかあの、ね、ワールドのハリウッド・スタジオとかにトイ・ストーリーエリアがあるぐらいですからやっぱね ピクサーで一番人気タイトルだし今度映画もね、4、5っていう風に、そうね、4とか5とか出る映画なんてなかなかないですよね。なので、世界中にこんなにファンがいる、ね、IP でタイトルなのに、ランドからトイ・ストーリーのアトラクションが消えるって、これありえないですよね。だからこのアストロウンヌンよりもですね、やっぱりトイ・ストーリーのアトラクションがなくなるってことがやっぱ大問題だと思ってるので、まあ、100歩譲ってバズなくなるんだったら、代わりになんか、 ね、トイ・ストーリーのアトラクションを増やしてほしい、戻してほしいですよね。はい、とかとか思ってます。はい、以上ですね、最後、あの、SNS にですね、そって自分の気持ちをね、吐き出すことも大事なんで、思った、思ってもそんなこと言うなって、やっぱりおかしいし、僕だけ今自分でね、あのバズ、そんな好きじゃないんだよねって、やっぱ僕も自分の気持ちを自分の SNS で言ってるので、あなた自身の納得がない、ないわっていう気持ちを、ご自身のアカウントで自分自身で言うことは自由なので、 まあすみません売ったら賛同できませんけどもだから SNS の役割ってそういうもんだからまああの納得いかんっていうふうに思った人はねどんどんどうぞご自由にねたっぷりと吐き出ししてくださいだって自由ですからねだって美味しいっていう評判のねラーメン屋行ったらまずかったっていうのも自由だしなんかラーメン汁を並んでるから行ってみたらそんなに美味しくなかったっていうのもその人の自由ですからね、まあ、実際僕ですねラーメン汁をこないだ初めて行きましたけど 美味しくなかのでですねあのそのバズのねあのアストロヒーローズの打撃ぼやきツイートを見てびっくりしたっていうまあそういう話でしたはいオチはありませんただそういうふうにあったよっていうそんだけですはい雑談以上です聞いてくれてありがとうねではでは